ラリガンチャンネル。いやいや、今日はですね、この間ライガー同窓会で来ていただいた川田選手に、ファンの人から一番強かった選手って誰ですかって聞いたんですよ。そしたら、ね、ジャンボ鶴田さん。僕はあの当時の視点の言われてる人たちは鶴田さんを否定してると思ってたんです。とにかく視点のっていうのは感情をむき出しにしてガンガンぶつかって、でそこに長州さんとかジャパンプレスのみんなも合流して、阿修羅原さんとか天竜源一郎さんとか視点のとぶつかり合って、うわーってすごかったんですよ、うん、でもなぜか鶴田さんがそこの幅に入ってなかったんですよ。誕生の出だしにする試合とちょっと鶴田さんの試合は違ってるんで、馬場さんがちょっと合わないだろうなっていう感じでぶつけなかったと思ったんですよ。荒谷さんなんかそう思ってたんですね。そういうふうに思ってた。僕の中でそう思ったら違うんですよ、うん、馬場さんは記者の人に向かって、鶴田と長州たちではものが違うよ、鶴田さんは長州さんやそういうやつさんとかしてんのとかとぶつからすぎてもったいない存在、鶴田さんがはるかに上だから、物が違うから一緒にはできないよっていう意味だった、うん、どういう意味なんだって思ってたんです。長州さんと鶴田さんの試合があって、それ60分フルタイムだったから結果がね、で試合が終わった後、鶴田さんケロッとしてるんですよ、うん、でも長州さんはもう青色というかぜいぜい歯を吐いて担がれて帰ったのが始まりです。でバタンタオル組んだ。で後日長州さんが鶴田選手のスタミナはすごい底なしだって、60分終わった時点で俺はぶっ倒れたけど鶴田さんはまだリングを飛び回って腕ぐるぐる回してたって、疲れてないんだよ。あの長州さんは対戦相手のことをそんな風に言うなんてまずないから、それはどういうことかっていうと、鶴田さんのスタミナがいかに無実だったことなんですよ。川田さんもそれ言われてたんですよ。言ってましたね。なんで鶴田さんがああいうポーカーフェイスだったの、みんな鶴田さんの手のひらの上で転がされてたの。あ、試合か。試合の中で、うん、うまく転がされてたから鶴田さんは必死にならなくていいんだよ。はい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 、おおすごいね、スタミナも切れないし、バテてきて、うん、それを実感したのが長州さんだったり川田さんだったんじゃないかと思う。外人が誰が来ても鶴田さんの手にかかればいいようにされる、ね、それだけ鶴田さんでかかった。身長がとかじゃない、プロレスラーとして。だから川田さんが言ってた、神様はいくつ鶴田さんにいろんなものを授けたんだろう。体はでかい、スタミナはある、動ける。でもともとバスケットボール選手だったらしいです、うん、アマチュアレスリングでヘビー級がいないからって言って人数合わせかなんかで鶴田さんアマレスに呼ばれたんだって。4年でオリンピック行っちゃった。4年だよ。それまで1回もやったことないで勝ったわけ、うん、だそれぐらいの運動神経。その当時そういうのを知らない僕たちはなんか手に手に何かあってあの表情なんていうのボーッとしててさ、犬さんなんかは怒りだって言ってんじゃんって怒ってない、うん、怒る必要がない、転がしてるから相手もそういう存在なんですよ。だからうちのかみさんなんかも鶴田さん、そういう鶴田さんは昔から好きで、今神様が亡くなったプロレスラー一人だけ生き返らせてあげる、誰が言った
ったら鶴田選手のうちの神様鶴ちゃんって、うん、いや絶対鶴ちゃん、もう鶴ちゃんだけに鶴ちゃん、行かれてほしい、天才だったんだろうね。怒ってるとそういう感じないですよね。イメージはあんまりないというか、うん、おーって出るイメージありますけど、おーおーぐらいでしょ、はい、ちょっと笑ってるような感じじゃん、はい、そうですよね。うわーっつってうわーってないもん、うん、それやってたのは原さんとか、うん、天竜さん、それだな、それやる必要がなかった。身体能力とかめちゃくちゃ高かった。めちゃくちゃだと思うよ。しかもバスケやってたから瞬発力もあるし、4年でスイングセンスもあってジャンプ力もあってパワーもあるし、スピードもあるし、ほら、河野さんが神様に光栄すぎますよって言うのもわかるよ。で、馬場さんもその鶴田さんの実力を見抜いていたって。だって鶴田さんは本当に日本プロレス史上最強の男だったんじゃないかと。あの人本気で怒らせた男だって、試合ないんじゃないか。それぐらい鶴田さんを慌てさせることができる選手はいなかったっていうことになるんじゃないか。僕らはファンからするとやっぱ鶴田はすごかったと聞いてるんですけど、はい、プロレスラーの中でもやっぱそれはあるんですか。あえて口にしない、違いすぎるから。もう次元が違うってことですか。だからもう川田さんだってこの間ポロッと言ったらもう鶴さんが亡くなられてるからだよ、うん、で自分もリングに上がってないじゃん。はい、だから、うん、でも正直本音言うとそうなんですよってことよ。ブロディと力負けしないんだもん。ですよね。あのブロディでっかいからだろ。あとハンセンとかだって鶴田さん力負けしないんだもん。ジャンピングニーとかめちゃくちゃすごいですもんね。だって膝ここら辺にあったもん。どんだけ飛ぶんだって軽やかが飛ぶんだってことですもんね。馬場さんとのシングルマッチ見たんですけど、トーナメント馬場さんの頭をドロップキックやった時に下になってる方の足が顎で、上の足は馬場さんの頭の上っていうとすごい飛びます。こんだけ飛ぶんだよって。なんか川田さんがおっしゃってた、強すぎるからレスラーって痛いとか苦しみとか逆境からなんかっていうのを見せてプロレスラーだけど、鶴田さんはそれがなさすぎて逆に見てる人からしたら天竜さんの試合の方が面白かったと思って言ってたんですけど、見てるとそうなっちゃうのか、強すぎて。そう、じゃあなんですよ、お互いもう真剣勝負だから絶対真剣勝負やってない。小学校3年生と社会人の県のチャンピオン同士が試合して、手に汗握るか。そんなに差が出るぐらい抜きに出てた。抜きに出てたね。ああ、まあそれは極端な話だけど、そういうの見ておいけーってならないでしょ。そうですね。それぐらい差があった。今結果として思えば、仮にその奥さんが言ってる通り、その今生き返って今の新日に出たら余裕でタイトル取れちゃうぐらいすごいんですかね。カズシカも身長あるし、バネもあるし、でもパワーは邪道なの、スタミナもある。なんか1点どっか、1点か2点かけてる部分があると思う。鶴田さん、ないやろ、うん、今流の体じゃないんだよね、うん、筋肉ムキムキで腹筋が出て程よく脂肪が乗ってて程よく筋肉があって、それが動くときに何の障害にも邪魔になる。恐ろしい体ですよね。恐ろしい。よく菊池君なんかが鶴田さんと3対3とかで試合をやってて、菊池君吹っ飛んでたもんな。結構どよめえちゃうやばいって。おおやばいよ、鶴ちゃんって、うん、そんなことしたら菊池君死んじゃうよってぐらいボコーン、ドコーンなんて。鶴田さんが本気で怒って潰しに行ったら誰も勝てないんじゃないのぐらい天才よ。ちょっとみんな YouTube で過去の映像ちょっとワクワクしたら見えますよ。今話してて見た方がいい、絶対見た方がいい。見た方がいいですよね。特にブロディ戦、これは見た方がいいです。ジャブを鶴田対ブルーザ・ブロディ、これは必ず見てください。ブロディが大きく見えないから、うん、まあそういうことなんで、皆さん、昔のプロレス、鶴田のプロレスですね、今のいろんな団体のトップクラスの試合見比べてみて、新たな
プロレスの魅力を感じていただければと思います。どうか皆さん、熱いプロレスを楽しんでください。よろしく。